131円。はい、トリマチャンネル始めていきたいと思います。4月28日木曜日。はい、本日ねびっくりしましたね、ドル円ベースで131円ねつけましたね。日銀は、28日に開いた金融政策決定会合で大規模金融緩和を維持する方針を決めたということで、まあ、これの発表と同時に一気にドーンといって、前日が127円台やったので3円ぐらい動いたんですね。びっくりしましたね。で、10年もの国債を 0.25% の利回りで無制限に買い入れる指値、オペ公開市場操作を毎営業日実施することも決めたと、28日公表の経済物価情勢の願望は2020年度の物価上昇率見通しを従来の 1.1% から 1.9% に引き上げたと、日銀は物価上昇は一時的との、見方を崩さず現行の金融政策を堅持する意向だということで、一気にね131円まで上昇しましたということなので、もうね、あの日銀総裁黒田さんはもうね金融緩和を続けますということで、もう安心してね円を買って、円を、売って、ドルを買ってくださいと、いうことで、ね、一気に131円になっちゃいましたということで、ますますね円安不況がやってくるのかなと、まあ、戦々恐々としながらも、ドル欲しいなと思ってね、外貨預金したいなと思ってたのが124円とか25円ぐらいだったと思いますので、まあ、そこから比べたらね一気に円安になったなぁとね驚いておりますということでね。はい、6月にねまたでっかい値上げがねまあいろいろやってくるわけなんで、6月のね為替がどうなってるのかとかね、原油価格がどうなってるかとか、もろもろ含めてね6月ちょっとなんか一段階ねブースト上げてドーンとね上がりそうですよね。まあ、そうじゃなくてもね、最近ちょっと、見てびっくりしたのが、ブラジル産かな、海外産の、鶏が、まあ一番ね、一番安いというか、まあバーゲンの時とかね、まあそういうのに比べたら、2倍にね、今度上がると、5月で、いうことで、これね、驚きましたね。あ、安い唐揚げ屋さん、ね、唐揚げ専門店、終了と。もう油だけでもね、一番安い時の3倍ぐらいにね 2,3 倍になってますからね、 2.5 ぐらいか、さらに、外国産のね鶏が2倍ぐらいになりますので、どうすんのっていう感じですね。はい、まあ一時ね、まあその唐揚げブームとかねありましたけれども、専門店はねちょっと結構厳しくなるんじゃないかなと。まあこだわったところはね国産のとかを使ってるでしょうけれども、まあそれもね、海外産が上がるとね、まあそれがとなると今度は国内産に値段が近づいてくるから、じゃあ国内に切り替えようかみたいな流れで結局、需給バランスでね国内の、鶏も上がるよという流れにいずれなると思いますので、まあ結果ね、まあ全部高くなるというねこれまでのね通りで全部高くなりますよという流れで、まあ今までだったらね唐揚げの、ね、値段っていうのはね高くてもこんなもんだよっていうのはね、唐揚げ1人前がね1000円とかになってもね、まあおかしくないようなね流れ来てるなと思ってね、唐揚げ専門店だけだったらねごまかしようがないからもろ食らうだろうなと思いますよね。まだ居酒屋だったらねいろんな、ドリンクやらね他のメニューとかもあるからトータルであの原価率っていうのをね調整できるけれども、単一ねワンアイテムでやってるようなところっていうのはねもうそこが直撃するともうごまかしようがないから、もうそれでねはい終了となっちゃいますので、やっぱねワンアイテム商売っていうのがね怖いなと。ね、よくあの資産運用でもね分散投資ポートフィリオをね組みなさいよと言いますし、まあ為替で言ったらですね、まあ、一番いいのが、まあ、円とドルをね半分ずつ資産ね持っときましょうと、そしたらどっちに触れてもね、損はしませんよとかいうね話もありますけれどもね、店舗運営も
ね、原価率も原価率ポートフィリオもね、いろんなね、アイテムがあるからね、分散して、まあ、なんとか帳尻がね合わせられるよというようなね流れが来てるなと、ちょっとね、ビビっております。はい、まあ、ある意味ね、居酒屋ね、でよかったなと、ね、思いながら、まだなんとか抗えるかなという、感じですよね。はい、ということでワンアイテムね、で商売してるところはね、まあちょっとやばいやろうなと思いますという感じですね。はい、はい、で今日でね、お弁当、まあ、ゴールデンウィーク始まったらお弁当ねちょっと休みまして、もう夜のね仕込みをちょっと、完璧にしてね、用意どんでロケットスタートがね切れるような感じで夜でね売り上げを作りたいと思っておりますので、ゴールデンウィーク中は、お弁当をお休みさせていただきますので、今日がラストだったんですけど、なんとかね無事今日も完売できましたよということで、ね、これで一旦ねお弁当はお休みさせていただきますので、ちょっとね、ありがとうございましたという感じでございます。はい、で夜がね連休前のね、まあ平場、まあ言ったら土曜日の前、週末のね花金みたいな、木曜だけど花金みたいなね、日の流れね、カレンダーになっておりましたので、あ今日はちょっとやばいなと、超炸裂来るんじゃないかなと思いながらね、ドキドキしながらねワクワクしながら待ってたんですけれども、肩透かしに遭いましたね。まあ、前半ゼロ次回のね皆さんがご来店くださいまして、間がパラパラで、後半ね2次会3次会でご来店くださった方がもうちょっとね伸ばしてくださったという感じで、あんまりね手応えがなかったというかね、メインゴールデンタイムのね一番激アツな時間帯が結構薄かったなという感じなので、ちょっと肩すかしだったなという感じでした。はい、まあそれでもね昼夜合わせて、まあ、一応炸裂はいきましたので、まあまあ、最低限ね、ノルマはクリアしたかなという感じですね。まあ、ただちょっと予想より低かったので、もうちょっと行ってほしかったなっていうのがねあれです。まあ、そんな中ねトラブルじゃないですけれどもね、いきなりね後半ね、なんかね絆創膏じゃないけどなんかこうパーッと張ってね血がだらだら流れながらね、じいちゃんが入ってきて、酔っ払いのじいちゃんが入ってきて、うわなんかと思いながらね、いや無理ってね、まあお断りしてね、出てってもらったんですけど、もう後ろからね山口県警のねおまわりさんが2人ね、なんか迷惑そうな顔でね、そのおじいちゃんをね、保護してましたけれどもね、まあなんか多分あっちこっちねうろちょろしようんでしてたんでしょうね。それでもうあちこちから通報あってね、県警の人が山口県警の人がね、出動してね、そのおじいちゃんに2人でかかってね、でしかもなんかね、金払うけこのタオル使わせるやみたいな感じでね、もうその 血が流れとるのをね外に干してたタオルでね拭こうとしましたからね、ふざけんなよと思いながらね、もうね本当老害っているんだなと思いながらですね、もう早く成仏してくださいねみたいな感じでしたけどね、みんなに迷惑かけてね、それでもまだ飲もうとしましたからね、すごい、ね、執念というかね何なんかなと思いましたけどね。はい、まあそんなこんなでね、ラストね、あこれが世紀末かと、まあ世紀末じゃないけども21世紀始まったばっかりやけれども、なんかね北斗の拳感が出てきたなと思いながらね、ちょっと呆れた一日でございました。はい、まあ順調にね、まあ物価がねまだまだ上がるよという感じなんでね、まあどこまでね、常識の範囲内のね経営ができるのかなと、まあ、非常識経営やらないとね、今までの常識がね全く通用しないね次元に突入しそうだなっていうのをね、ちょっと今日の黒田発言後の、131円を見てね思いましたと。あとまあ物価上昇率ですよね、当初予定の 1.1 からね 1.9、 この 1.9 というのもねもう実際超えてんじゃないかなと思いながらね、 2% 超えたらもうね金融緩和やめないといけないみたいなね話ぶりだったな、まあ話だったのが、まあ、1.9 で無理やり抑えたみたいな感じなのかなと、ね、思いながら、もうね、いろんな統計もね偽装やら何やらあるんでね、もう国が出す指標とかもね全部なんか当てになんねえなと思いながら、見ておりますけれどもね、はい、もうなんかね嘘がまかり通るね
嘘ばかりがねまかり通る世の中だなと思いながらね、まあただねちょっとゴールデンウィーク激アツそうなので、ちょっとね期待したいと思いますと、まあ昨日と今日でね連勝久しぶりにできましたので本当にね皆様ありがとうございましたということで、ゴールデンウィーク頑張りたいと思います。はい、終わります。